今回のロリウエさんのように議員でも子供を狙うゴミ野郎もいますから、とんでもないです。子供のためにとか言ってるやつに限って怪しいっていうのがありますから、要注意です。みんなを不幸にするもの、それはスピリチュアル。はい、こんにちは、占い師ケンケンです。本日もケンケン TV やっていきたいと思います。今日は胸クソ悪い問い合わせが来ていましたので、それをまとめて動画にしました。相手は無論ゴミクズなんで、徹底的に言っても構わないでしょう。僕もね、たまにリクエストいただいて、通常のタレントさんでたまたま診断結果が悪かったらちょっと申し訳ないなぁと思うこともあります。ただ間違った鑑定もできないので、一応忖度はせずに感想はこうやっています。言い方は少しだけ柔らかな単語をセレクトしたりもしますが、しかし今日はそんな容赦はいりません。社会のクズ、ゴミ、悪です。本日この動画で話すのは未成年の女の子に手を出すロリコン野郎たちです。中には議員までいますからね。許せない奴らですから、こいつらは社会から抹殺できるようこの動画で少しでも広げていきましょう。お子さんがいる方からしたら一言じゃありませんからね。今日もチャプター分けしてありますので、どうぞお好きな項目まで動画をスキップさせてくださいね。それでは本日の項目です。項目1、小学生女児4人にいたずら事件。項目2、井上健太郎容疑者とは。項目3、井上健太郎容疑者を感想枠で見る。項目4、子供を狙うあたおか大人たちの4項目でいきましょう。よろしくお願いします。ではまず項目1、小学生女児4人にいたずら事件です。もうね、項目名の時点で終わってるのがご理解いただけるでしょう。聞くだけでおぞましい事件ではありますが、ニュース記事を見ていきましょう。2月9日木曜日14時41分、集英社オンラインさんの記事を引用させていただきます。市議会副議長が強制わいせつで逮捕。就寝中の女性女児4人にスマホのライトを照らして体を触り、被害者弁護士が語るケンちゃんキャンプの夜というタイトルです。子供たちに夢と希望を、こんなタイトルのブログで長年政治活動を発信してきました現職の市議会副議長が、小学生の女児複数名にわいせつな行為をしたとして逮捕されました。子供向けの宿泊イベントを悪用した犯行は、被害児童にとっては悪夢でしかなかったのです。大阪府警は2月2日、大阪狭山市狭山市議会副議長の井上健太郎容疑者54歳を強制わいせつ容疑で逮捕しました。2020年に府内で行った自身主催の子供向けキャンプで就寝中の女児4人の体を触るなどした疑いです。井上容疑者はスマートフォンのライトを照らしながら寝室に忍び込んできたといいます。イベント終了後から複数の女児が被害を訴え、昨年9月に被害者が府警に相談して発覚しました。井上容疑者は2003年に同市議選で初当選し、現在4期目、昨年5月から副議長でもあります。毎年のようにケンちゃんキャンプと称して、府内の宿泊施設を使った小学生対象の1泊2日のイベントを開催してきました。参加費1万円ほどで、海や山など自然と触れ合えることを売りにしており、実際に子供好きで知られた存在でもありました。今回、被害者女児の代理人を務める中岡俊弁護士が語ります。被害に遭ったのは皆井上容疑者の支援者の子供たち、応援している市議の企画なら安心とキャンプに参加させたわけです。実際に被害に遭った子供たちも、キャンプに行くまでは井上市議をいい人だと思っていたと証言しています。女児全員から個別に話を聞いた中岡弁護士によりますと、全員の証言は具体的で矛盾せず、時期を変えて何度同じ質問をしても一貫してブレることがなかったといいます。それでも保護者らの被害申告が遅れたのは、相手が地元の有力市議なだけに、子供の証言の信憑性が問われかねないという懸念があったからとみられます。しかも長年にわたって同様のキャンプを開催してきた井上容疑者の信用の壁は厚く、子供たちの必死の訴えがかき消されてしまう危険性もありました。このあたりの経緯は中岡弁護士が5日に出した声明文に詳しく書かれております。実際にこのキャンプでは2段ベッドで寝ている女児4人にスマホのライトを手にした井上容疑者が近づいてきたといいます。中岡弁護士が続けます。当日の夜はベッドに入ったものの、みんななかなか寝つけなかったようです。そんな中、井上容疑者が体を触ってきて怖くてみな声も出せなかったと証言しています。体をよじったりして抵抗するとやめてどこかに行くのですが、しばらくするとまた戻ってきて触る。これを 3,4 回繰り返したそうです。キャンプから帰宅した女児たちはすぐに被害を訴えましたが、保護者らは当初井上議員を信頼していたこともあり、子供の勘違いだろうと思ってしまったといいます。しかしキャンプから1年半経った昨年春頃、それらが勘違いでなかったことが明らかになってきます。女児同士が SNS で怖かった、絶対に許せへんとやり取りしているのを目にしました。保護者同士が連絡を取り合うようになったのです。子供たちが被害を訴えた井上容疑者とは一体どんな人物なのでしょうか。地元の府立高校を卒業後に郵便局に就職、15年勤めて退職し、2003年に大阪狭山市議会に議席
席を得ました。道議会で同じ会派改新狭山に所属する市議はこう語ります。井上市議は正義感の塊のような人、幼児性愛を感じさせるようなことも皆無だったので、今回の事件には驚きしかないです。彼には子供を甘やかさず厳しく育てなければという考えが根底にあります。例えばスポーツ中の飲料補給、昨今は飲みたいだけ飲んでいいというような風潮になっていますが、それでは子供たちに考える力が身につかないというのが井上さんの持論。だから1日に必要な量だけ水の入ったペットボトルを渡し、いつどれだけ飲めばいいのか自分で判断できるようにならなければならないと、こうした言葉学校ではなく少人数の野外活動でないと身につかないからキャンプを企画してやってるんだという話をよくされていました。しかし実際のケンちゃんキャンプは、井上容疑者が怒ってばかりいるので全然面白くなかったと、ずいぶん前から子供たちに不評を買うこともあったようです。選挙区のお膝元での評判はどうか。井上容疑者と同じマンションに住む女性は、市議会議員を長いことされてるだけあって、見るからにハツラツとしたしっかりされた方ですよ。奥さんと成人した息子さん、その下に娘さんもいてはるのに、ご家族がかわいそうですとうつむきながらこう続けました。井上さんのご家族がここに引っ越してきたのは15年ほど前です。ここの間取りは 3LDK なんですけど、井上さんの奥さんは片付けが苦手なのか、家の中はゴミだらけ、布団も敷きっぱなしらしくて、よくご主人のお母さんがやってきては奥さんと口論をされてました。そんなに汚いのかなと、たまたま窓が開いてる時にちらっと見たんですが、床が見えないくらいゴミが散乱していました。ゴミ屋敷で暮らそうが、どんなストレスをためようが、卑劣な犯行の動機として侵蝕されるものは何一つありません。声明を出した中岡弁護士はこう訴えます。今後同じような被害を出さないためにも、井上容疑者から被害を受けた人は声を上げて団結しましょうと呼びかけたい。子供のわいせつ被害の告発が本当に難しいのは、性的な被害だとまだ認識できないケースもあるからです。また今回のように子供たちが寝つけずに起きていればわかりますが、ぐっすり眠っていたら容疑に気づかない危険性もありえます。性被害に遭った子供たちは今も悪夢でうなされているでしょう。わいせつなことはしていませんと容疑を否認しているというケンちゃんが今夜留置房で見る夢は一体どんなものなのでしょうかと記事は締められていました。まあどうせロリコン野郎全開の夢を見ていることでしょう。本当に卑劣な野郎ですが、井上健太郎容疑者はどんな人間だったのでしょうか。それでは次の項目です。項目に、井上健太郎容疑者とはです。なかなかずる賢い男です。何年間もやってきたキャンプ、おそらく目的はただ一つだけだったはずです。しかし何年間も見つからずに来ました。すごく狡猾な男ですが、どのような人間なんでしょうか。この度ネットで調べましたが、そこまで情報はありませんでした。わかる限り紹介していきましょう。名前は井上健太郎で、1968年9月26日生まれの現在54歳です。現住所は大阪狭山市西山台ということです。好きな食べ物はカレーライスで、好きな本は灰谷健次郎さんのうさぎの目、漫画クッキングパパなどです。その他情報はありませんでしたが、写真では気持ち悪いポーズと共にいつも写っている。またブログのタイトルは今も消されていないのですが、子供たちに夢と希望をと、どの口が言うとんねんと突っ込みたくなりますね。それでは次の項目です。項目3、井上健太郎容疑者を感想枠で見るです。では感想枠に移る前に注意点だけ先にさらっと話しておきますね。僕は井上容疑者に会ったこともありませんし、実物の本人を見たこともございません。それゆえ普段僕が直接会って宣伝する人間のよくてせいぜい7から8割くらいの角度に思っててください。写真や動画のみから面相を判断しますので、通常感想額と異なりかなり信憑性が下がってしまうことだけはご了承ください。また画面に映っている1枚のみではなく、ネットに落ちている画像動画を数多く見てきています。では僕はワイプに移動します。まさか自分が逮捕されると思っていなかったのか、ずっとバレないと思っていたのか、ロリウエさんは画像がたくさんネット上に転がっていました。故にちゃんと感想額で見ることができます。さて気持ち悪いおっさんですが、この画像でいきましょう。選挙ポスターなどは修正されているから全然ダメです。だいたいネットに落ちているいろんな写真を見てきましたが、これもそうですし、こちらの写真もそうなんですが、独特のポーズで写っています。まあその部分からはお調子者調子乗りであることがよくわかりますが、まずは面相です。顔型からいつものように見ていくのですが、顔の形は男性ですから悪くありません。むしろ吉祥寄りでございます。金運や仕事運は非常に良いです。続いて額に移りますが、額はまず形自体は平相であり、良くもないし悪くもないんですが、額のシワ、いわゆる額紋が良くないですね。額紋は入ってるだけでダメと見るわけではなく、紋のこの形状が良くないということです。人生に常に迷ってる人間です。そりゃそうですよね。子供たちの夢と希望を前面に押し出している人間が真逆のことをやっているんですから。そして生え際ですが M 字ですので、ボスマウント思考が強いですね。そして眉がこのロリウエさんをよく表しています。密度が濃く毛量が多く下がっている感じ、これは欲望が強いタイプですから、性欲、物欲、承認欲求なのですね。さすがに小さい女の子が好きと
という性癖までは読みませんが、性欲は異常者と呼ばれるぐらい強いんではないでしょうか。そして注目してほしいのですが、陰道にも小さな横紋があるんですが、これも良くないですし、参考の位置にも大体の写真で横紋が入ります。こういう写真ですね。この辺はがっつり競争でございまして、道徳心モラルの欠如と読みます。決して後出しではなく、僕の動画をいつも見てくれてる方なら分かってもらえると思います。何度もこのチャンネルで話していることです。電卓の高さはまあ普通ですが、しかし上まぶたの紋や目の形プラス視優がかつ魚尾の紋まで合わせてよくありませんね。また眼鏡越しではありますが、白の色も良くないのが見えます。こちらは闇を抱える目、思想が良くないと見ます。サイコパスと呼ばれる人間にも多い目でございます。鼻はビジネスや財運はいいんですが、こちらも非常に我が強い面が見られます。年上のあたりからすでに高いですし、順当均衡も大きく腫れています。人中や法令線は普通ですね。また無木あたりが欠けているのも良くないですね。口元は情が薄く冷酷さが見えます。耳や仕事運的に見ると悪くありませんが、自分の出世のことしか考えないタイプと見るのが最もポピュラー読みでしょう。ロリウエさんを全体的に見ますと、仕事面などはそつなくこなしますが、自分勝手な人間で古代自己症候群を持っている男ではないかと予想しますね。その点でサイコパスやナルシストの資質があるのではないでしょうか。さすがに感想学のみで小児性愛者とまでは読み取りできませんが、非常に闇を抱えた恐ろしい人であることは数々の写真の異表情などから見受けられました。とにかくこんな人間が議員をやっていて、子供を連れていくキャンプを毎年行っているなんてとんでもないことだと思います。けしからんやつですね。それでは最後の項目です。項目4、子供を狙うあたおか大人たちです。こんなふざけたニュース、ロリウエさんだけではありません。日本は一体どうなってるんだと感じてしまうぐらい、未成年を狙った犯罪が起きています。まずは2月16日のヤフーニュースより、SNS で知り合った17歳の女子高生に2万5000円を渡し、ホテルでみななな行為をしたとして、2月3日、個別指導学習塾の代表取締役、松本勝彦容疑者、64歳が、児童買春、ポルノ禁止法違反の疑いで逮捕されました。松本容疑者は去年10月、大阪府内のホテルで女子高校生に現金2万5000円を渡し、みななな行為をした疑いが持たれています。警察が SNS をパトロールしていたところ、パパ活を募集していた女子高生と接触。女子高生が以前、年上の人と売春してお金をもらったと話したことで事件が発覚しました。取り調べに対し松本容疑者は18歳未満と知りながら行為に及んだ旨を供述しています。この個別指導塾は小中高生が対象で、主に大学生がアルバイトとして講師をしていました。松本容疑者も塾に顔を出し、生徒やアルバイトと顔を合わせていましたと関係者は語っています。松本容疑者の妻は、夫はもう抹殺されたようなものと語っているニュースですが、当たり前じゃボケって言いたくなりますね。未成年に金を払って手を出して、まだ助かりたいか、今すぐに切腹しろと言いたいです。64歳の男が16、7歳の女の子相手ですよ。孫とおじいちゃんぐらいの年の差ですからね。続きまして、2月7日のヤフーニュースより、アダルトグッズを用いて4歳の女児に猥褻な行為をしたとして、警視庁新宿署は7日までに強制猥褻容疑で東京都新宿区百人町会社員原貴弘容疑者53歳を逮捕した。使い方を教えたら女の子が教えた通りにやったと容疑を否認しています。逮捕容疑は、昨年11月26、7日自宅で知人女性の娘4歳の股間にアダルトグッズを押し当てた疑い。相手の女の子4歳ですよ。考えられますか。しかも知人の娘って、そんなに重くない罪で普通にシャバに出てきそうで怖いんですが、さすがに4歳の子にいたずらをする大人はどうかもう問答無用で一発死刑か、一生刑務所に出て出さないでほしいですよね。小さい子供がいる親御さんからすると恐怖でしかないです。さらに2月8日のヤフーニュースより、1月末メンズ地下アイドルに所属し、メンズコンセプトカフェ通称メンコンで働く男が、自身に貢いでくれる少女に複数回猥褻な行為を働いた疑いで逮捕された事件が起きました。逮捕された男は調布市の本田光一郎容疑者22歳で、メンズ地下アイドルに所属しながら新宿歌舞伎町のメンズコンセプトカフェ X で勤務していました。そこで昨年6月から7月にかけて、勤務先の店内で17歳の女子高生を相手に18歳未満と知りながら4回にわたって猥褻行為をした疑いです。この事件はね、少し若いので今までとケースが違いますね。男性22歳、女性17歳ですから、こちらはまあ恋愛の延長線だったとかの言い訳は通用するかもしれませんね。ただ未成年に手を出したニュースが 2,3 日に1回ぐらい起きている状況です。さらにもう一件、1月29日のニュースより、1月23日札幌市内のモーテルで女子中学生当時14歳にみららな行為をした上、その様子をスマートフォンで撮影した疑いで23歳の会社員の男が逮捕されました。 SNS が普及したことで児童売春、ポルノの拡散が社会問題となっていますが、とりわけこの事件が注目されていますのは、犯人が元プロバレーボール選手だったからです。
女子中学生に猥褻行為、スマホ撮影までを行ったのは白戸健心容疑者です。2022年の4月まで札幌市をホームタウンとしております V リーグ2部のサフィールは北海道に所属していました。北海道の南幌町出身で2019年にチームへ入団、2016年に創設されたばかりの若いチームの中で活躍し、格闘家の那須川天心さんやプロ野球選手の村上宗隆さんに似ているとよく言われていました。そんな白戸容疑者は2022年4月にチームを退団し、会社員として再出発したばかりでした。今年1月5日にインスタグラムで女子中学生と知り合い、10日に初めて会った際に好意に及んだとされています。おそらく援助交際や動画販売を募るためのアカウントであったと思われますが、犯行後も平静を装って SNS をやっていたようです。さらには車が趣味だったようで、最近は納車に時間がかかるなど投稿していました。動画販売で得た金を趣味に回そうとしていたのかもしれないとされていますと、こんな風に本日は頭がいっちゃってる未成年に手を出すダメな大人たちを紹介してきました。逮捕されてニュースになっているだけでもこの人数ですから、明るみに出ていない件を含めると相当日本では残念ながらこういった輩がはびこっています。今現在お子さんをお持ちの方はできるだけ SNS やスマホのチェックなどはちゃんとして、変なのと引き合わさないように注意してください。スマートフォンやネット関連の進化によっていろいろと便利になっていることはありますが、その反面本日の動画で話したように危険もより身近になっているのも事実です。僕らが中高生の頃はそう簡単に大人と知り合う機会がありませんでしたが、今やツイッターやインスタグラム、ネットゲームなどで即日知り合うことができます。それ目当てでやっているクソな大人までいますからね。また今回のロリウエさんのように議員でも子供を狙うゴミ野郎もいますから、とんでもないです。子供のためにとか言ってるやつに限って怪しいっていうのがありますから要注意です。以前動画にしましたコラボの二刀夢乃さんも家で少女のためにとか大それたフレーズを掲げていましたが、僕の人生経験上あんな風なやり方してるのってほぼほどまともじゃなかった気がしますから、甘い言葉や正義ぶったワードには注意して過ごしてくださいね。少しでもこういった変態が減ることを祈って今日の動画は終わらせていただきます。本日もありがとうございました。ケンケン TV では皆様からの動画のリクエストをお待ちしております。また Twitter や Instagram もやっておりますので、よろしければ動画の高評価、チャンネル登録、SNS のフォローもお願いします。パワーストーンはただの石。ご視聴ありがとうございました。